リピーターを使った本格的演奏回路の作り方です。この回路は次の機種での作成をお勧めします。スタート部分はブロックを置いて上にボタンを乗せ、前方にリピーター、レッドストーンの順番で設置します。このレッドストーンを中心とし、左右に10マスずつレッドストーンを伸ばします。伸ばしたレッドストーンの左端、真ん中、右端からリピーターとブロックを交互に設置します。縦のリピーターは設置した後すべて3クリックし、ブロックは8ブロックごとに色を変えましょう。ブロックの右にレッドストーンを置き、1マス開けた後リピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数で、色は下のブロックの種類を表しています。ピンクとグリーンは草ブロック、オレンジは木のブロック、白は石のブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。ピンク、グリーン、オレンジの数字の下に氷塊ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック、このどれかを置くことで音色を変えることができます。自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った本格的演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。正直言って地獄級です。超難しい。その理由は使っている楽器の数、今実装されている音ブロックの楽器の数が10種類なのですが、今回はその中から8種類の楽器を使って回路を作りました。なので左、真ん中、右のエリアごとに敷かないといけないブロックの種類がかなり違っていますので、気をつけて作ってください。それでは使っているブロックの種類の紹介です。まずは左側の小食音エリア、ここでは緑色が草ブロック、
ピンク色が骨ブロック、オレンジ色が氷塊になっています。次に中央のメインエリア、ここでは緑色が粘土ブロック、ピンク色がウールブロック、オレンジ色が木ブロックになっています。最後に右側、ドラム&ハモネエリア、ここでは白色が石ブロック、黄色が砂ブロック、緑色が草ブロックになっています。簡単な説明をすると、今回は歌の部分をフルート、ハモリの部分をピアノにしてみました。この2つを比べてみると、フルートの方が強く聞こえるので、歌パートが目立って聞こえるようになっています。また1ページ目から8ページ目までの小食音エリアがものすごい音ブロックの密集度でうんざりしてくるのですが、実はピンク色の木琴の部分は全部同じクリック回数なんですよね。面倒くさいという方は、この4段の部分をクローンコマンドを使ってコピペしてるとサクッと作ることができますので、お試しください。でもやってられっかという方は、真ん中のメインエリアと右側のドラムエリアだけを作っても十分立派に聞こえますので、まずはそこから作ってみましょう。さて、ここで今回のワンポイント講座。今回はフィッシュボーンカイルについてその1です。去年 Twitter でフィッシュボーンカイルについて何から知りたいですかというアンケートを行ったのですが、その中で一番票が多かったフィッシュボーンカイルの使い方について今回は説明しますね。前々前世の作り方でも解説されていましたが、フィッシュボーンカイルは親骨と呼ばれる縦ラインの部分と、小骨と呼ばれる横ラインの部分でできています。親骨は音ブロック以外の自分の好きなブロックと3クリックリピーターが交互に置かれています。小骨は親骨のブロックの隣の部分からレッドストーンパウダーが1個、そこから何か自分の好きなブロックと0クリックリピーターがこんな感じで交互に置かれています。ここで注目したいのが、リピーターと音符の関係についてです。どんな楽譜からでも作れる音ブロック回路講座の動画で解説したのですが、音ブロックでは3クリックリピーターを4分音符、1クリックリピーターを8分音符、0クリックリピーターを16分音符とみなしていました。この時、4分音符1個は8分音符2個、または16分音符4個と同じ長さになるとお話ししましたよね。この関係がフィッシュボーン回路でも使われているんです。先ほど説明したフィッシュボーン回路の親骨、小骨のリピーターを見てみましょう。親骨の3クリックリピーターは4分音符、小骨の0クリックリピーターは16分音符になります。つまりレッドストーン信号が次のブロックに移動するまでに音ブロックを4個挟むことができますよということを表しています。また4分の4拍子の時、1小節には4分音符が4個入るので、この親骨4ブロック分が1小節と同じ塊になっています。今まで楽譜から音ブロックを作る時には、1小節の長さをわざわざ8分音符や16分音符に直してから音が鳴っている時に音ブロックを、鳴らない時には別のブロックを設置するというものすごい面倒くさい手順を踏んでいましたが、このフィッシュボーン回路では必要な部分だけ音ブロックを置くだけでいいので、楽譜から音ブロック回路を作るのにとっても適しているんです。これは実際に試してみないと分かりづらいので、楽譜から音ブロックを作るぞという方はぜひ挑戦してみてください。というわけで長くなりましたが、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。音ブロックがあなたのワールドをより魅力的にします。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。また質問や曲のリクエストも随時募集しています。最初にリクエストまとめをご覧になった上でコメント欄にお書きください。